い、こんにちは、竹下敦です。今回ですね、Am のセッション 95ppm、まあ、音の速度のことを表すんですが、モデラートと呼んでもいいんですが、これ難しいところですね。アンダードとかモデラートのそういうのを、まあ、安易に、まあ、BPM とこう関連付けてしまうのいかがなものかと私は個人的に思います。で、今回 Am のセッション、スカバージョンですね、ちょっとルーズな感じで弾いたバックトラックを作っておきましたので、皆さんセッションなんかをね、練習の際に使っていただくと効果的に練習ができるんではないかと思います。で、まあヤマハさんにはね、伴奏君というですね、素晴らしい機器がありまして、これぐらいのラジカセぐらいの大きさなんですが、ポチッとなとボタンを押すとね、伴奏してくれるんですよね。要するに私みたいなのがちっちゃい機械の中にいて、でまあ伴奏を作ってくれるというね、まあ、なかなか私実際レッスンでは使ったことがないんですが、まあ、ヤマハさんにお世話になった時にね、これが噂の伴奏くんですよって言われて、はぁーと思ったんですよね。ネーミングはすごくないですか、伴奏くんっていう。ヤマハさんも思いっきりなと思ったんですが、ヤマハさんと思い出したんですが、ちょっと古い写真が出てきまして、これ多分ライブハウスのリハの時なんだろうけど、多分なんか怒られてふてくされているのがですね、ヤマハさんの SG を持ってですね、ふてくされて、この、サンバーストのサンバーストの SG を持ってふてくされて、突っ立って一人でギター弾いてます。多分これね、ライブの時モニターかなんかに足をかけて、すごい怒られたんですよね。モニターに足をかけるなんて100年早いよって言われて、ダメなんですかって言ったら、ダメに決まってんだろ、モニター汚れるだろって言われて、一人で泣きながら、ウェーンとは長いですよ、まあ、半べそかきながらモニターを掃除したような記憶がございます。はい、どれもこれもいい思い出ですね。で、今回、Am のセッション 95ppm のバックトラックを作っておきましたので、ぜひね、これを使って練習していただければと思います。こういうのは、ね、それぞれ役割がございまして、私はね、ギタリストの西尾智也さんの、ね、バックトラックを使って、レッスンしたりさせていただいたんで、西尾智也さんありがとうございます。まあ、お返しというかね、西尾さんもワンマンなライブやられたりとか結構お忙しそうで、トラック作ってる暇がないようなので、私も暇ではないですが、バックトラックを作る役なのかなとこのとこ思いまして、バックトラックを作らせていただいております。概要欄の方にね、リンクを貼っておきますので、そちらから飛んで、レッスンさんに、皆さんで使っていただければと思います。ベースとね、ギターと、まあ、あとは、リズムの打ち込みで簡単なものをね、作っておきましたので、まあ、ギターソロを取るのに、まあ、歌っていうのにいろんな使い道あると思います。ぜひご活用くださいませ。それでは竹下敦がお送りいたしました。音楽はね、みんなで助け合ってこう盛り上げていくものだと私は思っております。ぜひ使っていただければと思います。それではまた。